やっぱり生成 AI が今後、まあ、5年後ですね、5年後とか10年後とかそれ以降とかどうなっていくのか、はい、5年ぐらいだと僕は運動系の AI が出てくると思います。10年後とかだったら妄想になっちゃうんですけど、研究自動化されてると思います。肉体労働系の AI が出た後にそれを使ってさっき言ったような実験施設使うとかみたいなことが多分全分野にそういうのが出るようになるのは10年後ぐらいじゃないかなというふうに僕は思ってます。最後超長期も言ってみましょうか。これは松尾先生との対談に言ったんですけど妄想なんですね、うん、完全に、はい、人間というものが存在してるのかどうかっていう、ロボットが自動的に研究しちゃうようになると多分研究の加速が すごくなりすぎて、うん、物理的な限界に到達してる可能性もあるんじゃないかなというふうに僕思ってます。ちょっとパート1でいろいろ仕事の話とかも全部伺ってきましたけど、はい、パート2で、まあ、その仕事の話に限定せず、はい、やっぱり生成 AI が今後、まあ、5年後ですね、5年後とか10年後とかそれ以降とかどうなっていくのか、はい、この短い対談ですけど、やっぱ松尾先生との対談やっぱすごく面白くて、はい、まあ、研究が自動化されていくとかですね、はい、ね、脳神経学とあと進化生物学が融合していくとか、はい、いろいろ予測ありましたけど、この対談では今井さんどっちかというと聞き手でしたけど、あ、そうですね、はい、どう見てらっしゃいますか。ご自身は生成 AI というものが短期、中期、長長期でどういうふうに影響を与えていくか。そうですね。これは特にチャット GPT が登場して以降の研究者の雇用予測って大変難しくてですね、うん、大体外れちゃうんですけど、はい、多分1ヶ月ぐらいでも外れちゃう可能性が高いので、なかなか確定したこと言えないんですけど、うん、5年ぐらいだと僕は運動系の AI が出てくると思います。さっきのパート1の方で言うべきだったかもしれないんですけど、うん、人工知能ってものすごく運動無能なんですよ。スキップができない、橋が持てない、洗濯物畳めない、とても運動系では無能なんですね。これもともとは逆だったんですよ、うん、創造的な仕事はできないけど、AI は肉体労働とかはすぐできる、自動運転ではすぐできるようになるだろうと言われて全く逆で、いまだにスキップはまともにできない、橋は持てないという感じで、肉体系の AI、肉体労働系の AI って現時点でないんですね。あ、なので今後5年間は多分その辺を我々松尾研究室の中でもやってるんですけども、そういうところが発展していくのではないかなというふうには思ってます。あ、そこっても非定型でもできちゃうんですか。非定型作業でも、ですね、5年でできるかどうかっていうのはちょっと難しくて、人によっては、うん、そもそもディープラーニングっていう現状の基盤技術がでは難しいのではないかというふうには言ってます、うん、我々もそこまで言ってないんですけど、 今の根本的なアーキテクチャに問題があるっていうふうには言ってる人はいます、うん。ニュースピックス時代に松尾先生にインタビューした時にやっぱ料理ロボットの話とか結構されてたんですけど、はい、今料理ロボットってどんぐらい普及してるんですか。ですね、多分普及はほとんどしてないと思います。あ、してない。普及してないんですけど料理はできます、うん、料理はできるんですけど、いわゆる料理職人みたいな工夫とかあんまりできないと思います、うん、もう何でしょう、料理職人といってもなんか調理場みたいなカオスな環境でここに行ってここに行って、あ、閉まったみたいな感じで自由に動き回る感じではなくて、もう最初から材料を置いたい場所はここに置いてあって、ここに置いてあってみたいな完全に整えられた環境であれば同じ料理作るっていうのはまあそれなりにできると思います。うん、そこが5年で運動系が進んでくると。そうですね、あんまりこういう残るもので言って、おい今外れてんじゃないかって後から言われてもあれですけど、外れてもいいですよ別に予測することが、ね、大事なので、はい、その運動系ってどういう分野で出てくるんですか。何に使われるケースが多いんですかね。ですね、日本のベンチャーとかがやってるのは最近多分撤退しちゃったと思うんですけど、洗濯物を畳むって自動洗濯物を畳むってやったんですよ。ありました、方、はい、知り合いです、はい、社長が、はい、ランドロイド、はい、はい、ね、そういうところとか本当に人間の身近な労働、なんならお片付けロボットでいいんですよ。普通に ルンバとかで地面をザーッとやるだけですけど、本当にもう立体的な散らかった部屋とかで動き回って適当にお片付けしてくれるみたいなロボットでもいいので、多分そういうのは本当に需要があるのでやってくると思います。別にスキップするロボットとかそんなにいらないかもしれないですけど確かに洗濯物畳むのって大変ですよね、はい、私も毎週やってるんですよあれどんどん溜まりますもんね、はい、あれはけどあれ相当難易度高いですよね、はい、でも将棋とかで藤井聡太に勝つよりは難易度低いと思いますけど、まあ藤井聡太には勝てるのに洗濯物畳めないっていうのが AI ですね。じゃあ短期運動系ですね、はい、中期いきましょうか。とですね、これは僕のもうほとんど10年後とかだったら妄想になっちゃうんですけど、うん、研究自動化されてると思います。研究自動化ってどういうことなんですか。つまり僕みたいな人はさよならということなんですけど、はい、要するに研究の作業っていうのは論文をいっぱい読んで研究しようと思ってる分野の知識を集めて、でその中で多分今こういう問題あるけどこういうアイデアだったら解決できるんじゃないかっていう仮説を
立てて、でその仮説をもとに、まあ我々コンピューター科学者だったらあのプログラミング書いて、そのあのこういうのは解決できるだろうという提案手法を実装してみて、でそれを実験する、で実験結果得られたそのデータからあの論文を書く、で発表っていうフェーズに分かれてるんですけど、うん、まあ、あの今の人工知能だと、あの本当一番最初の資料をあの集めて、そこからあの、まあ、知識集めるとか研究分野で詳しくなるみたいなことはあの結構できるですね。でそこから一歩進んで仮説生成、多分こういう問題解決だったらうまくいくんじゃないかっていうところは、多分これは10年とか言わずに 2,3 年ぐらいで出てくるではないかと思います。でさらにそれをアイデア元にあの実験とかあのプログラミングとかしてぐらいになってくると、多分現状ちょっとあの難しくてですね、あのコンピュータ科学に限って言えばこれ簡単な方なはずなんですけど、さっきも言ったプログラミングの仕事ってあの複合作業なので、あの仮説からプログラミング書くってあの結構難しいところなんですね。でこれコンピュータ科学なので簡単ですけど、それがあのじゃあさっき言ったように物理のロボット扱う分野だったらどうなるのかって、あの文学だったらどうなるのか、あの理学系とかのあのなんか大規模実験施設あるとかどうなるのかっていう話をすると、これはもう多分 2,3 年とか4年とかそんなところでいかなくて、もう肉体労働系の5年後 の肉体労働系の AI が出た後に、あのそれを使ってあのさっき言ったような実験施設使うとかみたいなことはようやくあの実験のフェーズで出るできるようになってくるの でそこを超えると、あの5年後のところからあのじゃあ肉体労働できる AI とかが実験とかもやって、でまあ、 あの研究論文書くフェーズは多分今の AI でもできるかもしれないんですけど、やって、まあ、発表する、あの論文投稿する、もしくは学会とかで口頭で発表するみたいなところも行くっていうのは、多分あの全分野にそういうのが出るようになるのは10年後ぐらいじゃないかなというふうに僕は思ってます。であの我々の研究室もあの今あの研究しているところです。あの我々の研究室じゃないですけど、あの多分ムーンショットだったか忘れたんですけど、あのノーベル賞を取れる AI を作ろうみたいな研究もやってるところがありますね。そっか、10年後のノーベル賞受賞者は AI である可能性もあるんですね。あ、そうだと思います。いや、わからないです。それまでノーベル賞の規定が変わっちゃって AI には受賞させないみたいなことあるかもしれないですけど。あ、そうなるんだ。薬品開発とかも AI がやっちゃう可能性もあるんですか？はい、ですね、薬品開発について言うと、創薬の、まあ、創薬って結構いろんなフェーズ分かれてるんですけど、うん、あの候補になる分子構造を見つけるっていうところも AI がやってます。あの一部のところは。もう指定難病とかをあの治すような薬 の分子の候補を見つけるっていうところまで AI がやってるところがあるので、うん、それはあの結構早いと思います。そっか、そういうことですね。5年中期で一番大きいのは研究の自動化のところですかと僕は思ってます、うん、それ起きたら研究者とか、まあ、博士号を取るとかそういう行為もあんまりなくなっていくんですか？ですね、さっきあの冗談めかして僕さよならって自分に言ったんですけど、ね、多分そういうことはないと思います。ですね、現時点でも実はあの研究あの多分佐々木さんとかあの、まあ、今スタジオにいる人みんなですけど、あの研究っぽい仮説を生成することってみんなできるんですよ。できるし、あの本知識ない人でもあのそれっぽいアイデアをあの AI 使って生成することできるんですけど、それがあのなんだろう、あの一般的に放流されてない、なんでかっていうと、研究ってやっぱりあのものすごく責任があの要求される仕事で、あのまあ評説とかあのなんか不正とかいろいろありますけど、あの人間が担保しなければならないところはかなり大きいところ、あの引用しっかりしてるかとかなので、あのこれはあの多分博士号とか取った人じゃないとそれで責任背負えないと思うので、あのまあ、あの普通に考えると人間がさよならぐらいのところまでいかないと思います。それはあの将来まあ10年後にも論文というあの発表形態を取っていたら話ですけど、ね、実際にはあのもうあの人間が完全に研究が締め出されたら別に論文とは書く必要がないんですよ。あの論文って人間があの読むためにあのあるものなので、あのまあロボットしか読めない言語とか使って何か書いてもいいわけで、ロボットは研究全部やることになれば、あのロボットは実験やってその結果をもう人間に読めない何かあのまあ、連続しても何でもいいですが適当な数値列にして別のロボットに共有して、別のロボットはそれを元に研究してみたいことになったら別に論文という形態を取る必要がないので、そうなると、うん、あの本当にさよならかもしれないなという気はしますね。へえ、そうか、なんかいろんな人がさよならさせられちゃうって感じですね。はい、確かにな。最後超長期も言ってみましょうか。これは松尾先生との対談でも言ったんですけど、妄想なんですね、完全に、はい、妄想でして、そもそも人間が、あの人間というものがあの存在してるのかどうかっていう、ロボットがあの自動的に研究しちゃうようになると多分研究の加速が すごくなりすぎて、あの物理的な限界に到達してる可能性もあるんじゃないかなというふうに僕思ってます。あのムーアの法則って、あの2年ごとにあの処理能力2倍になるっていうのは、あると思うんですけど、あれもあの一応は物理的な限界あるんですよ。あの
どっかに物理的な、本当に素粒子レベルまでいっちゃうと、もちろんそれ以上改善できないわけで、研究とか加速しすぎると、どっかには物理的な限界があるので、ロボットの研究が物理的な限界に到達して、もう研究、どっかの分野ではもうこれ以上研究進まないみたいなことが起きるんじゃないかというふうには、僕は思ってます。そしてその後、そうですね、ロボットが自分のために研究するようになっちゃうと、なかなかディストピアな感じになりますね。ロボットはずっと研究自分たちで進めて、どっかの時点で、人間を滅ぼすための研究をしようみたいなことになる可能性なくはないと思います。これは極端な話なので、研究者がこういうこと言っちゃうとなかなか炎上しそうな感じですけど。今日アニメとかでありそうなシナリオですよね、はい、それ。はい、それが実際に、けど、そんだけいっぱいロボットが出てきて、頭のいいロボットがバンバン出てきたら、確かにそういうことを考える人出てきますよね。はい、人っていうかロボットか。はい、ロボットですね。誰かが指令するかもしれないですもんね。はい。この辺は別に僕の本読まなくても、スーパーインテリジェンスって結構有名な本があって、そこで落合先生というか、多分この番組で超 AI っていう単語を使ってると思うんですけど、はい、いろいろ呼び方って僕は超知能って言ってるんですけど、スーパーインテリジェンスとか、アーティフィシャルスーパーインテリジェンスとか、みんな言ってるんですけど、超知能、スーパーインテリジェンス本があるので、そことか多分500ページぐらいの分厚い本なんですけど、見ると、いいことが書いてあるので、この番組見た皆さん、ぜひ、そちらを読んでいただくと、今後のヒントになることがいろいろ書いてあると思います。はあ、そういうことか。とか、ロボットが進化して、物理的な限界まで行く。なったら、どんな社会になってるんですか、そういう社会って。どんな社会になってるんですかね、これは。いっぱい溢れてるんですか、ロボットが。これはもしかしたら、これはもしかしたら僕みたいな研究者じゃなくて、なんか SF 映画の監督とか SF 作家とかに聞いた方がいいような気がするんですが、ハラリとかはですね、人間側も機械化するんじゃないか、みたいなこと、いわゆる反サイボーグみたいな感じですね。僕の周りとか結構思想強めの人多いので不老不死になるみたいなこと言ってる人いるんですけど、そんな人出てきてもおかしくないですね。自分をロボット化するみたいなことを言ってる人が、それ人と言っていいのか分かんないですけど、脳の構造ってどれぐらい解明されてるんですか？ほぼ全て、ですね、これはさっきも言ったように、人間の脳っていうのはさっきも言わなかったけど、これはニューロンっていう、神経細胞の単位が集まったのが、1000億ぐらい集まったのが脳なんですけど、そのニューロンの一つ一つ働きはもうほぼ完全解明されてるんですね。別のニューロンから電気信号を受け取って、それに応じて自分自身も別のニューロンに対して電気信号を流すみたいなのを繰り返すっていうのがニューロンの働きで、これ別に機械で実現できるんですよ。実際に大きさどれぐらいになるか分かんないですけど、ニューロン一つ一つの働きっていうのは機械で実現できて、で、その一つ一つがもう分かってるっていうことは、それが集まったものも原理的には分かってるわけですね。なんですけど、これ松尾先生とか多分実装されたアルゴリズムとかって言ってるのかな。一つ一つは単純なものなのに、なんでそれが集まると、この意識みたいなものが生まれたり、こんな高度な思考できるのかっていうの、これは解明されてないんですね。最近の研究だと、ニューロンの周りあるグリア細胞が関わってるとか、いろんな意見があるんですけど、物理的な原理は解明されてるけど、それがどうしてこんな高度な現象、脳現象につながってるのかっていうのは、これは未だに分かってないところなんですね。機械のはずなのに、なぜかこんなすごいことができてるっていうのは、これはよく分からないので、結局知能謎っていうのは未だに解き明かせてないんですね。人工知能の研究者も、特に僕は違いますけど、松尾先生とかの最終目的は、人間の知能謎を解き明かすこととかになってると思います。はい、それ超長期では解き明かされるんですかと僕は思いますけど、これはですね、僕はそうじゃないって言いますけど、これは結構怖いことだと思いますよ。自分の脳は結局こういうものだったんだっていうのが分かるのは、これは多分結構怖いことだと思います。もうみんな哲学的な思想してって感じで、もう。そうですよね。けど、はい、なんか今日の話伺ってたら、そういう未来も来そうな気がちょっとしてて。はい、そうか。基本的に今井さんはこの本の中で、どっちかっていうとね、ポジティブなトーンが多いと思うんですよね。はい、そういうふうに見ていいんですか、全体相対としては、こういう超生成 AI 語の世界っていうのは。いや、これはですね、もう人にとっては、どう考えても被害を受ける人が出てきちゃうと思うので、もう立場によって違うとしか言えないですよ。僕は研究者なので、もうそれは ポジティブに行くしかないみたいなところもあるんですけど、絶対に負の経験してしまう人が出てくると思うので、その辺は なんていうかもう研究レベルじゃなくて、もう政治的なところでもう変えていくしかないと思うんですね。もう超長期になれば、資本主義はどうとか、資本主義はどうなのかっていう話ぐらいになってくると思います。そうですよね。確かにな。あらゆる社会システムを変えていかなきゃいけないってことですね。はい、
そっか。超人間になれるっていうか、スーパーサイヤ人的になれる人と、なれない人で全然違った。はい、けどそこで生産性とかいろいろ上がっていけば、落合さんも言ったように、はい、みんな遊んで暮らせばいいみたいな、はい、そういうのはないんですか？ですね、あると思います。あると思うんですけど、資本主義化では無理ですね。これは今のところ無理で、そもそもなんで我々働いてるのかっていうと、究極的には食料、賃金を得て、それで、職業で、まあ、マルクス的に言えば人間を再生産するって、仕事できるだけの再生産するっていうのと、まあ、それとは違うんですけど、仕事をすること自体は尊厳に結びついてるっていうところがあると思うので、はい、今の体制だと、難しいと思います。もう、ベーシックインカムとか、そういうレベルの話が必要になってくると思います。ああ、ですよね。はい。そこの議論がいっぱい出てくるんだ。今後、生成 AI 語の、またすごい抽象的な質問で承知なんですけど、はい、AI 語の時代を、幸せに生きていくために、はい、研究者としてなんか皆さんにどんなアドバイスあります？働いてる人たち。繰り返しになりますが、極端なことをしましょう。はい、極端なことね。極端なことで、自分がやることで意味があるようなことを見つけましょうという話ですね。今井がやったから、これ、生産性とかも完全に度外視して、こいつがやったからこれには意味があるんだみたいなことを見つけるっていうのは重要ですね。そっか、やっぱりオタク化ってことですね。そうですね。そこに需要がなくてもいいんですか？ですね。いや、まあ、需要があるっていうのはどの辺で生産的な意味で定義するかは、ね、お金が得られるかっていう意味とか両方あると思いますけど、はい、あんまりそれ考えるとハマれませんもんね。はい。需要は自分で作りましょうみたいな感じですかね。確かにね。極端なことな。はい。やっぱそれはまあ好きなことが多いと思うんで、好きなことにのめり込んでそればっかりやってみたいなところで穴を掘り続けたら、それがなんかいつか花開くかもしれないし、はい、まあ自分が楽しければまずいいですよね。そうですね。ね。そう、楽しいことやりましょう、皆さん。そっか。した子供もゲーム好きならゲームやりまくった方がいいのかもしれないし、はい、サッカー好きならサッカーやりまくる。はい、やりまくるってことが大事ですね。やりまくることが大事ですね。ああ、極端にあれ、他にあります？それが全てですか？ああ、そうですね。なんかそういう、なんでしょう、いろいろ多分あると思うんですけど、例えばオープン AI のサム・アルトマンとか、何かを所有しろというふうに、うん。所有ね。所有、そもそも労働で賃金得るのは、それはお前らのなんか貴重な時間を切り売りしてるだけであって、うん、なんか所有して、まあ、尊厳を得たりとか、金銭を得た方がいいぞみたいな。特に AI 以降は、労働の生産的なところであんまり意味がなくなるので、何か持っていた方がいいと。それって株式とかですか？まあ、一般的に言うと資産とかですね。まあ、資産みたいな、そんな五体層なもんでなくてもいいので、まあ、なんか著作物とかでもいいです。僕みたいな本とかでもいいですけど、なんかインターネットになんか自分の作品、自分が作ったものだっていう作品を、置いておくとか、なんていうか、外部蓄積されるものとかは結構重要だと思います。それも AI が出てきても、AI が、突然所有権全部奪ってっていうことは基本的にはないので、なんか自分がこれ関わったものだっていうのが、自分の中というより、外部的に蓄積されるとか所有しているものを、持っておくっていうのはかなり重要だと思います。そっか、何かいろんなものを生み出していくってことですね。はい、確かに、ちょっと話と思うんですけど、はい、子供ってどうなんですかね。子供を作るっていうのは人間だけにしかできない。はい。行為。ロボットもできるのかな、はい、なんか子供と作るって最高。まあ言い方あるけど作品的なとこもあるじゃないですか。誰かと誰かの遺伝子が重なって、うん、それで一緒に暮らしていくっていう。子供っていう存在はなんか生成 AI 語ってなんか変わってくるんですかね。ですね、それ多分生成 AI 以前からもう今変わってるところもあると思うんです。まあ少子化とかも影響するんですけど、はい、昔子供が多かったのって、子供がいると、まあ悪い言い方する役に立つんですよ。自分が置いても働いてくれるとか、なんか自分の代わりに何かやってくれるとかみたいなのが、今の時代多分そういうことはなくなってしまって、むしろ子供がいた方が、なんていうか、まあ、感情的なとこはともかくとして、経済的には損する的なことが大きいみたいなことがあって、うん、結局子供を産まなくなったみたいなことがあるらしいです。まあ、はい、僕はそれデータ見てないのであまりわからないですけど。言われますよね。はい。っていうのは現在も進行しているのを考えると、うん、生成 AI と、まあ、AI が発展することによってその辺がさらに加速する可能性はあるかもしれないですね。もう AI 使う、人間を再生産しなくても AI によって、うん、うまくいくみたいなことになっちゃうと、国として、まあ国はもちろん国としては子供増えてほしいわけです。人口減ったら労働人口減るのはそれは困るわけなので、国としては積極的に今少子化まずいぞっていうふうに言ってるんですけど、それがAI でもう労働とかできるようになっちゃうと、別に子供産まで少子化済んでも労働はいくらでも機関やらせればいいってことで、我々個人も子供産まなくなるし、政府としても特に推進しなくなるみたいなことは起きてしまうかもしれないです。確かに、まあ、日本って人口減少のね、はい、一番フロントランナーなんで、はい、例えば人口一人当たりのロボット数みたいなのがどんどん増えてくるのかもしれないですね、はい、今後、はい。
それはあると思います。そうか、一人当たり社会に10人ぐらいのロボットがいて、いろんなところでサポートしてくれる。だからそのロボット AI、まあ大国っていうか、そういう人が多い国にはなりそうですね。はい、省力化も今どんどん進んでますし、はい、省人化も。はい。そうか。本当アニメの世界ですね。はい。その上での日本って面白いのかもしれないですね。はい。あ、日本は本当 AI 以降の世界で非常に面白い環境で、別に日本人だけじゃなくて、アメリカのオープン AI とか Google とかの企業の人も言ってるんですけど、日本って海外ってロボットって聞くとふざけんなっていう人が多いんですね。ロボットはとんでもないことだと、人間冒涜してるみたいな人が結構多いんですけど、日本ってアトムとかが1900年代からあって、まあドラえもんとかもあって、うん、AI が人間に寄り添うものだっていうイメージが非常に強いですね、うん、これは日本にとって大変な資産だということで、オープン AI とかも日本を注目して展開してるっていうのもありますし、日本はちょっと別の国と比べると違う展開になっていく可能性っていうのはあると思いますね。ああ、わかりました。最後の質問として、今井さんは今後何されるんですか、主に。そうですね、これも僕も変わってきちゃってるんですね、はい、この2年ぐらいで。いや、僕はもともと大学に残って、AI の研究をしていこうみたいなことを思ったんですけど、まあ、これは本編で話した方が良かったかもしれないですけど、今の AI 開発って、マネーイズオールユニードなんですよ。お金をかければ強い AI 作れみたいな環境になって、我々研究者でもともとスマートになんか、数式こねくり回して、なんか、今までの最新手法、華麗に組み合わせてすごいもの作ったぞみたいなことをやったんですけど、今って数兆円どうみたいなことで超すごい AI できたみたいな環境になっちゃったので、アカデミアってその辺やっぱ難しいんですね、計算資源とか確保するのが、うん、そう考えると自分で企業を作っちゃってみたいな、まあ、松尾研究室いるっていうのもありますし、で自分で企業を作ってお金調達してすごい AI 作るぞみたいなこともありなのではないかなというふうには思います、うん。一人の調達だと限界あるじゃないですか。はい、じゃあもっと調達できるオープン AI とか、はい、Google とか Microsoft とか、そういうとこ行って、はい、一員としてやるとかっていうのはないんですか？ああ、そうですね。それもありですね。僕がそれぐらいの実力を達してるかどうかって話になりますけど、それは非常に魅力的だと思います。ああ、それでもね、そっか。お金の力がそこは大事になってくるってとこですね。はい。いやいや、これからのちょっと今井さんのね、さらなる進化もなんか楽しみになってきました。はい、ありがとうございます。またなんか今度研究結果とか、まあ起業した時には、はい、ぜひまたお話し聞かせていただければと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。